いやもうなすづいてるよね。そうですね、最近よく会うんですよ。本当にあの、はい、私たちのメディアでもよく拝見もいたします。一番フロンタルユニフォーム似合ってるんじゃないかな。少し前はなんか在籍されてたんじゃないかぐらい、在籍してたぐらいの濃度で最近は、はい、合ってますから、はい、そうですね、もうありがたいことに、はい、最近だとね、ファン感でしたりとか、あとは、那須さんのマイクが大丈夫ですか？お、なってます？なってます。あ、入って、入って、入ってる、入ってる、まあ、ファン感だったりとか、あとは先日ね、健吾さんの映画の舞台挨拶にもお越しいただいていたりとか、いろいろね、お二人も関わりがあるんじゃないかなと思いますが関わりしかないですね。関わりしかないですね、本当ありがたいです。でも、もともと現役時代はお二人関わりあったんですか？現役時代、対戦相手としてはありましたけど、うん、まあ関わりはほぼなかったっていうか、対戦相手としての印象ですかね、はい、仲がいいとかっていうわけではなかったです、うん、そんなに ご挨拶とかする程度ですよね、試合前とか、うん、はい、じゃあもう本当に関わりとしては引退後っていうことですか？引退後っていうか、那須ちゃんが YouTuber になってからです、はい、ググッと近くなったのは、はいはい、どうですか、お互いの印象。真面目、真面目、実直。でも YouTube にそのまま出てますからね、彼のそのキャラクターというのが、うんうん、だからこう全部真剣だし、何事も、うんうん、まあ、皆さん見て、ね、ご覧になった方いると思いますけど、例えば高校のサッカー部行ったりとか、うん、ユース行ったりとか、うん、あと自分で走ったりとか、うんうん、常に全力疾走してるんで、うん、僕はいつも楽しんで見てます。あ、なるほど。逆にいかがですか、那須さん、フロンターレ、そして健吾さんの印象。いや、もう健吾さんの印象っていうか、もう嫌な選手でしかなかったですからもう出なければいいのにっていつも思ってましたし本当にそれぐらい嫌だったんですよ。もう健吾さんにボール持たれると、もうしかもディフェンダーだったんで、でフロンターレ、あのいいフォワードもたくさんいたので、うんうん、その出し手のもう一番嫌な選手っていうイメージだったので、まあなんか引退してこうやって関わらせてもらってるのも、そのキャリアとかも含めて、うん、僕的にはすごいありがたいですし、まあ、お話もなかなか現役時代することなかったので、うん、はい、でも本当現役時代はもう本当出てほしくない、うん、一番フロンターレで嫌な選手でした。あ、はい、まあ、でもね、今こうして一緒に共演されることも多くなったということで、今後ねまたぐっと距離が縮まっていくのを楽しみにしておりますが、はい、ということで早速今日は坂本球ランドということで、球にまつわるテーマでお話を伺っていきたいと思います。テーマは背番号9番の選手についてです。背番号9番、はい、さすがですね、はい、9ですからね、今日はテーマね、はい、ということで、過去にですね、フロンターレでまず在籍していた9番の選手、皆さんのお手元にもパネルあるんですが、サポーターの皆さんもいかがですか、ご覧になって、ああ懐かしいって思われる選手もいらっしゃるんじゃないでしょうか。皆さんどこら辺から知ってるんですかね、うん、こっちですか、どの辺からご存知ですか、こっち、あ、ここら辺、うんうん、ちなみに僕が入ったのこの年なんで、あの バルデス選手、はい、デリー、おー、はい、すごい、そうですよね。で、まあ多分ガナハ、皆さん犬に強いとは思いますけど、うん、だったり、まあ、テセだったり、うん、まあ、基本的にはエース、このチームでエースと呼ばれる選手がつける番号でしたから、うん、はい、逆に那須さんいかがですか、フロンターレの9番選手のイメージは、はい、僕テセがやっぱり結構印象強くて、あ、そうだね、まあ、マッチアップする上でも、まあ、印象的なプレースタイルなので、はい、テセはすごく印象深いです、ね、けど2年しかつけてないですね、彼はね、そうなんです、もっと長くいそうな感じは、ね、イメージはあったんですけど、懐かしいな。そして那須さんの所属していたチームの背番号9番の選手も、はい、今ちょっと手元にあるんですけれども、2009年中山雅史選手、黄色い岩田で9番だったりとか、はい、あとは原口元気選手、浦和で9番だったりとか、はい、っていう、いかがですか、振り返られてみて、何、うん、何クラブ、6ですね、6クラブ、6クラブか、はい、その都度じゃあ9番変わりますからね、変わります、しかも大エースが多かったです。ああ、なるほど、まあ、中山さんもそうですし、中山さんもそうですし、はい、久保達さんもそうですし、まあ復帰とかもいましたし、おお、はい、あ、ベルディね、ベルディの時に、はい、結構多かったですね、そういうエース選手が。でもなんかね、チームによってこう番号のイメージってあると思うんですよ。例えばじゃあフロンターレ14番って言っても、中村健吾選手みたいなとか、でも選手の中でこの番号、例えば9番だとどういう選手がつけるイメージとかってあったりするんですか。さっき言っちゃったね、俺ね、あ、さっき言っちゃった
台本無視してごめんなさいです。いや、まあやっぱりそのチームの、その勝敗を決するゴールを決めるのが9番だっていうのは、うん、まあ、エースの仕事だっていうのは、まあ、フォワードの選手には言ってましたし、うん、9番の選手には特に言ってましたから、うん、ちょっとプレッシャーかかっちゃったかなっていうところは、うん、はい、うん、なるほど思いますけど、うん、那須さんはいかがですか、はい、まあでも ゴールっていうのを求められる番号かなって、うん、やっぱ選手とかも見てもそうなんですけど、うん、はい、まあ、フォワードとか前目の選手はやっぱつけますし、うん、でよりゴールっていう結果を求められるポジションかなっていう、うん、あ、まあ、背番号かなって思いますね、うん、うん、なるほど。やっぱりね、数字にまつわるイメージって、ね、不思議ですよね。各チームだったり、まあ、あとそのサッカーの中でもあるんだなっていうのをすごく強く感じるんですけれども、まあでも今日はね、この後浦和戦が行われるということで、チームにとってもすごくね大きな試合になると思うんですが、フロンターレにとっても、はい、そのあたり期待などいかがですか。まあもう皆さんご存知の通り、まあ、自分たちが今日ね勝って、うん、まあ、Fマリノスの結果次第では今日優勝が決まる可能性ありますけど、うん、まあ多分選手たちはそこまでね、力入りすぎずに、うん、まあ、自分たちのサッカーがどれだけできるか、今日ホームのね皆さんの前でどれだけ、攻撃的なサッカーができるかっていうふうに望むと思うんで、うん、まあ、皆さんいつも通り、まあ、今は声援出せませんけど、うん、拍手だったり後押しっていうのをしてほしいなっていうふうには思います。僕ここ前に玉川クラシコの時に、石川直さんとトークショーさせてもらった時にその話をさせてもらったんですけど、声は届、ね、出せないんですけど、その拍手のボリューム、音っていうのはものすごく選手伝わる、うん、でこの間は1万人入ったんで、やっぱりそれまでの5000人の時とはもう全然違ったんですよ、うん、今日も皆さんいつもの2倍ぐらいの手拍子で選手を後押してほしいなというふうには思いますね。ありがとうございます。本当に那須さんはいかがですか、はい、今日の浦和戦フルスーツだもんね。そうなんですよ。大丈夫、在籍、あ、もう全然、僕はもう J リーグを盛り上げるという意味で今日15時まではフロンターレの一員として、あの、一緒に戦って、もちろんです。僕でも YouTube 始めたのもやっぱりその浦和所属してたじゃないですか。でサポーターとの距離だったり、そうなんですけど、やっぱ選手ってやっぱ皆さんの力、後押しがあって僕らは表現できるっていうのをすごい体感したんですよ、うん、でそこって結構見えない部分じゃないですか。拍手もどれだけ選手に届いてるのかなとか、でもその見えない部分の価値をもっと映像を通じてたくさんの人に知ってもらいたい。それでみんなの応援が選手とのこの近さになってきて、このチームというものの価値が上がったりとか、うん、そういうのも僕はもう本気で伝えたいので、だからもう今日は川崎フロンターレの一員として応援させていただくという。嬉しいですね。すいません、ほんとヒヤヒヤしちゃいますけどね、聞いてる方は、はいはい、大丈夫ですかねえ、でもまあ、健吾さんの映画をね見ても、改めてこうフロンターレの歴史を見ると、まあ、こうして今年ねまた優勝できれば連覇っていう形になったり、まあ、優勝するのが、まあ、当たり前になってきたチームというか、まあ、当たり前ではないんですけども、まあ、イメージがね定着してきたっていう、そんな印象ありますけど、いかがですかこう今のフロンターレ改めて見て、健吾さん。まあ、自分が入った時のことを考えれば、うん、もうちょっと覚醒の感は正直ありますけど、けどやっぱりあの時から、まあ、僕の入る前からもうサポーターの皆さん、もちろん最近にサポーターになった方もいらっしゃると思いますし、僕が入る前からサポーターの方もいると思うんですけど、もう本当に多くのそのフロンターレを支える皆さんの力がなければ今の現状はないっていうのを僕は思いますし、その映画はそのエッセンスがすごく詰まってる、メッセージが詰まってる映画なんで、まあ、もちろんこの中にはね、この間ご覧になられた方もいらっしゃるとは思うんですけど、12日からね公開なんで、ぜひともフロンターレサポーターの皆様には足を運んでほしいなというふうに思いますし、那須さんもなんか映画見たそうなんで。そうですね、舞台挨拶もね、はい、いらっしゃってたので、はい、はい、そちらもちょっと密着させていただいてって言って、はい、いかがですか那須さんからこうちょっと映画を見て。本当映画の内容として、まあ、フロンターレと、うん、健吾さんのということなんですけど、本当サッカーファンだけじゃなくて、うん、もういろんな本当サッカーファンの以外の方にも、うん、この人生がこう人として進む上で、うん、たくさんのこう支えるメッセージみたいなのが詰まってるので、うんうん、僕はもう本当いろんな人に拡散したいですし、うん、見ていただきたいっていうので、もう号泣でした僕は、うん、はい、もうずっと泣いてて。そうですね、はい、本当に。あ、ちなみにもう見たよ映画っていう方いらっしゃいますか。あ、結構、あ、そうですね、もう皆さんそのあの時顔合わせましたもんね、覚えてますよ皆さん。す
ごい手挙げた人たち覚えてますよ。いやでもね、本当にもうあのティッシュもしくはハンカチ持参じゃないとちょっと厳しいですね。厳しい、厳しかった、厳しかったです。あ、厳しかった。途中からもうずっとティッシュ握りしめて見てました。いや、ありがたいですね。本当にもうサポーターの皆さんのおかげですから。はい、でもこういうことを言える選手がたくさんいてほしいんですよ。あの、本当健吾さんよく言うんですけど、思いってあの結構言われると思うんです。僕もその思いに支えられてたんですけど、よりやっぱ選手もそうなんですけど、サポーターもチームの一員に一緒に戦ってるっていう気持ち、気持ちっていうか、もうそれが大きく表現されるときに、チームって本当に10あるものがもっとこの大きなパワーじゃないですけど、力を生むっていうのをいっぱい体感してきたので、いやだからもうぜひね、あの見てない方は映画も見ていただきたいですし、はい、今日よりね、あの熱い声援を、声援というかまあ拍手なんですけど、送っていただければと思いますね。はい、そうですね。もう本当にあのなんでこんなに前向きなんだろうって、私も健吾さんのあの映画を見てて思ったんですけど、一つ聞いていいですか、その何がそんなにあの前向きにさせてくれるんですか。まあ元々自分がそのまあエリートじゃなかったっていうところはまず間違いなくあって、まあ自分がやらないともう前に進めないっていうような環境でずっとまあ学生時代からやってきましたから、まあそこは多分あると思います。あとはプロ入ってから、フロンタレ入ってからはもう皆さんがいて、で自分のプレーを待ってる人たちがいて、一緒にね喜んだり悔しがったりする人たちがいる、そういう存在が、まあ、僕をここまで成長させてもらったんで、お金払って見に来てくれますから、自分がやっぱりそれをプレーとしてこう返さなきゃいけない。もちろん全然ダメな試合ももちろんありましたけど、できるだけそれを少なくして、やっぱ帰る時に、あ、やっぱ健吾やっぱすげえなとか、フロンタレ面白かったねって、まあ、今もそうですけど、そういうふうに思って帰ってもらいたいクラブなんですよ。だからそこがみんな、まあ、根底にこのクラブあるので、まあ、だから前向きかなって、でそれをさせてくれてるのがもう皆さんの存在っていうことです。はい、でも本当にその思い皆さん見ていて応援していて感じますよね。うんうんっていう、ありがとうございます。無理やり拍手させたみたいな、そんなことはないです。はい、でもまあね、今日も皆さん力強い後押しをしてくれると思うので、ぜひ、最後にですね、今日の試合に向けて、そしてサポーターの皆さんに向けてお二人からメッセージをいただきたいと思います。まず那須さんからお願いします。はい、ちょっと重なることもあると思うんですが、まあ、あの今日、まあ、試合を観戦されると思うんですけど、応援されると思うんですけど、先ほど言った通り、あの皆様の本当気持ちのこもった拍手って選手に本当に伝わるんですよ。で今コロナ禍になったからこそ、この拍手ってワンプレーワンプレーで拍手されるっていうのが、あのディフェンダーのスライディングで拍手とか、そういうのって今までなかったと思うんですよ。で新しいこの応援の形で日本サッカーの中でこの拍手っていう力強い思いが選手たちに届くっていう、また新しい形もできてきたので、その中で本当に皆様のね、一人一人の思いが、あの選手たちの大きな、まあ、選手たちのだけじゃなくてチームのもう全ての方にあの後押しになると思いますので、最後の1秒までその熱い拍手の声援を送っていただければと思います。ありがとうございます。健吾さんが、はい、メッセージ、いやもう今日はね、もう大事な試合というか、もうみんなで今日決めたいという試合になると思いますから、もうその思いをもう拍手に込めて選手たちを後押ししてあげてください。もう必ずやうちの選手たちは期待に応えてくれると思いますので、はい、よろしくお願いします。まあ、あとは、まあ、坂本9ラウンドで今日9番の、ね、話なんで、そうですね、ダミアンにね、まあ、得点を争いしてますし、彼に頑張ってもらって、うん、ダミアンの時にはもう人一倍の拍手してあげてください。今日は坂本9ラウンドなんで、はいはい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ではですね、もっともっとお話は伺いたいんですが、もう終わりですか。もっといいですか、聞いて逆に。いやいや、もう尺あればいくらでも話せますよ。はい、もうな尺あればもう那須チャンネル大喜び、ね、はい、何分でも喋れるので、あのすっごい企画ですよね、いろんなの、あの私も拝見したんですけど、あの企画は全て那須さんが考えられてるんですか。はい、基本的には、はい、健吾さんのその映画の密着もそうですけど、はい、あのファンカンの時に思いついた企画なので。すごいですね、はい、ファンカンで映画やるって言って、でそこで話してるときに、じゃあ舞台裏ってどうなってるんですか、お言っていいんですか、今スケジュール抑えました、うん、フットワークが尋常じゃなく軽いんです、うん、すごいですね。すごいです、だからでもまだこの後もいろいろ企画考えられてるんですか、那須さん、フロンターレ関係は。
ですね、まあ一応一つの締めとしてここの、ね、はい、もう今年はみんなのナスちゃんだから、うん、フロンターレだけでもう囲っちゃダメなんですよ。そうですよね、そうですよね。ただ、この後他のユニフォーム着たナスちゃんを見たらちょっと僕はジェラシーを感じるから、ね、フロンターレだけちょっとね、本数多くしてほしいなって、はい、ちょっとプレッシャーかけておこうかなと思いますけど。そうですよね、確かに。いやけどフロンターレサポーターあったかいでしょ。いや、あったかいです。はい、こんなにこう、ね、ウェルカムな、いや本当にそう思います。あのどのクラブもまああったかいですけど、まあ、もちろん、はい、まあ、特にあったかいなっていうか、はい、特にあったかいって、はい、嬉しい、ありがとうございます。いやでもね、あの引退されてまた新しい道進まれて、まあ、健吾さんも同じくだと思いますけど、いかがですか、健吾さんも YouTube チャンネルみたいな。え、僕がですか。はい、え、もう開く暇ないです、今忙しいですもんね。おかげさまで、はい、だからもうナスちゃんに出しても出させていただいてるんですよ。ねえ、でもぜひ使っていただきたいなと思います。まあでもまたね、あのフロンターレに関わるあの YouTube も私たちも期待しつつっていうところではありますが、はい、今日はねまず優勝がかかってますから、いや楽しみですよ、はい、ね、天気もいいですし、ね、すごくサッカー日和ですから、観戦日和ですからね、もう本当に声が出せないのは残念なんですけど、そうですね、もう本当にこう皆さんの何回も言ってますけど、うん、皆さんのこの心のこもった拍手っていうのは必ずや選手に届きますし、うん、スタジアムもすごいいい空気にしてくれるんで、うん、今日ここにね話聞いた人だけは忘れないで、はい、そうですね、隣の人も巻き込むぐらい拍手してあげてください、うんうんうん、はい、本当に熱い轟きになるんじゃないかなというのが今からね、私たちもとっても楽しみですけど、まあ、その歓喜の瞬間をね今日迎えられるといいなというところで、まあまあ勝負事なんでね、わ、うん、からないですけども、やっぱり準備も含めて後悔がないようにね、あの試合中もみんなでね応援しましょう、はい、頑張りましょう皆さん、はい、ありがとうございます。ということで本当に本当にお時間がやってきたということで、大丈夫でしょうか。最後あの先ほどね、あの皆さんにメッセージお願いしてしまったんですけども、言い残したことなどありませんか。言い残したことありますか。いやもう言い残したことは、まあ、はい、特にまあ今日大事な試合っていうの で, うで、ね、もう先ほどからあのおっしゃってたんですけど、まああのでもまあ僕こう YouTube やらせてもらってるんですけど、大丈夫ですか。尺は大丈夫ですか。尺は、はい、もう間もなく、はい、大丈夫です。大丈夫です。あのやらせてもらってるんですけど、この日本サッカーとか J リーグの素晴らしさの中でやっぱ川崎フロンターレという一クラブのあり方で、僕すごくあの選手とサポーターの距離感とか学ばされることってたくさんあるんですよ。なので皆様のその熱量とか応援の姿勢っていうのはこのどのクラブにも響くところなので、まあ一歩やっぱ今日は浦和レッズ対戦相手ですけど、あの今日は敵ということなんですけど、一歩外に出ればサッカーを愛する仲間なので、皆さんのリスペクトの中でやっぱサッカーという素晴らしいものをたくさんの人に広めていっていただければ本当にありがたいと思いますので、これからも、まあ、まずは今日の試合思いっきり応援して、まあ、勝ち取れるように頑張りましょうというので、すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。では本当の本当に最後に健吾さん、はい、締めていただいてメッセージをお願いします。熱い、もう3回ぐらい締めた感じしましたけど確かに締めすぎですね、はい、いやけども本当今日はね、あの楽しみながらみんなでね、あのそのフロンターレサッカー、あと裏もあの今非常にいいサッカーしますんで、そのピッチの中のサッカーも楽しんで、で終わったらね、あの両チームのサポーターでね、まあ、勝ち負けもあると思うんで難しいとは思いますけど、まあね、那須ちゃんがおっしゃったように、まあ、みんなサッカーファミリーですから、これからね J リーグ盛り上げていけるように頑張っていきましょう、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。ということで、本当にお時間が来てしまったということですね、健吾さん、那須さん、本日は貴重な話をたくさんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。皆様大きな拍手をお送りください。ナスチャンネル登録されてない方は今すぐ登録してくださいね。すいません、この人たちは全員登録してくださいね